赤西は、ガイ科に分類される海産の巻貝の一種。拡張80から200ミリメートル。北海道南部から、台湾、中国にかけての内湾を中心とした比較的野菜、海に生息する。20世紀後期以降に国海などで、外来個体群が繁殖式化種となっている。食用種。骨貝などと同じ仲間。 大きなものは15センチメートルを超え、最大20センチメートルほどになる。殻口が赤く染まることで、赤西の名前がある。漁師などは略して、西と呼ぶ。柳川市など、有明海では、ケップ、高下丸毛などと呼ぶ。肉食性で、養殖のアサリやカキを食い荒らす貝として関係者を悩ませることもしばしばある。愛知県の三河地方や瀬戸内海。 有明海などの一部地域では日常の食材として流通しており比較的人気も高い生のまま刺身で食べることができ寿司ネタとして用いられることもあるまた煮物や串焼き料理などとしても食される生のまま産地以外に流通することはあまり多くないが缶詰などの形で全国に流通している国会に帰化しておりトルコ、ブルガリアから トップシェルという名で輸入されている。赤西の貝殻は硬く、しっかりと蓋が閉じた状態ではなかなか開かない様を、しっかり物を握った拳などに例えてケチな人を、あざけって赤西ということがある。ありがとうございます。